結局ボートに乗る筋肉って筋トレでつけれない。ちょっとグラビア向きじゃないかなと思います。今年もう無理ですからみたいな感じで言ってる時なんか見とったね。無理かなと思ってましたね。ってめちゃくちゃあれですね。今年どうです、ここまで振り返し。それこっちに来る質問ですか。そうですよね。そうですよね。はい、すみません。今年ですか。今年まあね、王将戦優勝から始まってね、はい。ちょっと上半期が調子悪かったんですけど、うん、なんとか夏以降に、うん、調子が上がってきたんで、この流れでいきたいですね。あの宮城記念の優勝とか。そうですね。そのあたりからやっぱり調子上がってきたんで。うんうん、何かこれというきっかけがあったわけではなく。まあ、あることはあるんですけど、もうプロペラの考え方というか調整の考え方をもうガラッと変えて、ちょっとこじんまりしてしまってたんで、今では今年入ってからですね。上半期はそれは上半期だからちょっと無難に行きたかったみたいなのが、なんやろう、ちょっと弱気になっとったんかもしれないですね、気持ちが、はい、今はちょっと一発バンと出るかいう感じ。そうですね、追い込まれてたんで、もう思い切ってやらんと間に合えへんなっていうのがあったんで、ちょっと極端にやってみたらそれがいい方、結果が出だしてきたという。その分で小島にで輸出したりとか。そうですね、気流で買ったりとか、はい。まあね、夏場とかもね、あの琵琶湖怪我でお休みしたりとか、なかなか、ね、はい、流れ乗れんかったですから、今年もう無理ですからみたいな感じで見てる時に、なんか見とったね、かなと思ってましたね。正直、はい、ようここまで来たね。よかったです、はい、期間ですか、はい、上半期期間ですか、はい、上半期下半期いい水着が切れましたと、はい、1年52センチキープできました。キープはできましたね。すごい、何年ぐらいキープしてるんです。もうでも5年、でもまだ5年とかですかね。すごいです。全然。女性の平均って何センチぐらいだよね、これ知らんけど。え、そうで。60ぐらい。それでも60ぐらいが、60でも細いぐらいだと思います。60の人って少ないよね、もっとね、うん、実際は。うん、すごい、すごい。それこそ肉がついちゃダメとか、ね。そうですね。気にしますね、やっぱ。かといってね、筋肉つけるのも。あんまムキムキすぎても、うん、やっぱグラビア的にはそそらないかなっていう。まあ、ボディービルダーなんでしょ。そこまでいっちゃうとちょっとグラビア向きじゃないかなと思います、うん。なんかそういうフィジカル的な面に関してはちょっとボートレーサー似てるよね。そうですね。なんかトレーニングってどういうことされてるんですか。トレーニングはあのダンベルを持ってスクワットやったりとか、腹筋背筋やったりとかしてますね。自宅でできることをやります。あ、どっかジム通ってとかじゃなく。ジムは行ってないです。石井選手トレーニングは。トレーニングですか、はい、ゴルフぐらいですかね。カート使わずにラウンドするとか、はい、体幹とかをやらない。体幹はね、結局ボートに乗る筋肉って筋トレでつけれないんで。あ、そうなんですね。ボートに乗ることが一番トレーニングなんで。あ、仕事の時はもう人一倍ボートに乗るようにします。体幹さんもそういう感じ。なんかバランスが崩れるというか、変な筋肉つくと、どっか特定でつけたら、はい、ボートで使う筋肉はボートでしかつけれない、つけれないんですよ。そういう持論というか、なんか変なところを、そうですね、変な感じになっちゃう。ちょっと、はい、そのモンキーする時の、そうですね、筋肉とか硬い筋肉は絶対ダメなんで、柔らかい感じですね。昔はそういうしたこともあった。ありました。やってみたことあった。はい、エンジン全然でんくなって全然これはあかんと。これはもうかって、はい、全然気持ちないよ。ダメなんだ、はい。でも乗ってるだけで筋肉つく。やっぱりつきます。つく、はい、そこに人のとこに、うん、井口君もやってみたい。こんなペッパーこれはこう、でもやった方がいいとは思うんですけど、胴体勝負みたいな。はい、もうボート乗ってたら勝手にこう振るんでつきます。それでよう乗ってるんです。人一倍乗るんですよ。すごいですね。多分もうトップぐらい乗るよね。乗ります。全選手の中でトップぐらいすぐ試運転って言ってこう
調整試運転、調整試運転、ベタ叩いて試運転、もう本当トップクラス、千何百人、千六百人ぐらいの中で一日争うぐらい乗る。ああ、だからこうやって勝てるんですよね。今回ちょっと膝が2回ぐらい手術したけどね。はい。そうなんです。ちょっと在所でね。やりすぎてもっていう。いやでも乗るのをやめたら、うん、多分もうこの位置には来れないって分かってるんで。水面ってすごい綺麗に見えるけど、すごく直線スピードだとガタガタ道で。そうですよね。ガタ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 ってなって。見てても結構水しぶきとかも。それをずっと膝に受けてるわけやから。でボートが軽いボートでね、はい、そういう衝撃吸収するものがないですね。ないですね。はい、ね、直に木のね。はい、そうそうそう。